2006年の国際連合事務総長の選出は2006年末をもって2期目の任期が満了するコフィアナンの公認の国際連合事務総長を選出するために2006年に行われた。7人の立候補者が正式に指名された。7月24日から10月2日にかけて安全保障理事会による非公式の事前投票が行われた。韓国の反気分外相は 拒否権を持つ5つの常任理事国すべての支持を得た唯一の候補者として当初からリードしていた。最終事前投票の結果、藩以外の候補者は全員辞退した。安全保障理事会は10月9日に正式な投票を行って藩を候補者として勧告し、総会は10月13日に藩を直事務総長として選出した。 事務総長の選出を規定する正式な規則はほぼ存在しない。唯一の指針となる文言である国際連合憲章第97条には事務総長は安全保障理事会の勧告に基づいて総会が任命する。とだけ記されている。これは最低限の規定であり、プロセスの詳細は手続き規則や監修によって保管されてきた。 事務総長候補の勧告は安全保障理事会しか行えないため常任理事国後各国は事務総長の選出に際して拒否権を行使できる事務総長の立候補の資格にはいくつかの非公式なルールがある事務総長の任期は2期までとなっており2期務めたコフィアナンは再選されないまた前事務総長が2期務めた場合に次の事務総長は 前の事務総長とは別の地域グループ出身者とすることとなっているため、アフリカグループ出身者は選出されない。候補者は英語とフランス語の両方が流暢に話せるという利であるが、これは必ずしも強制されているわけではない。安全保障理事会では、各候補者の支持率を測るために、非公開で事前投票を何回か実施する。 その過程で勝利しそうな候補者が現れた場合、常任理事国の拒否権の行使の有無を確認するために、常任理事国の票が分かるようにした、別の方式の事前投票が行われる。どの常任理事国からも拒否権を行使されず、9票以上、かつたの候補者よりも多くの票を獲得した候補者が、最も有力な候補者とみなされる。その後、安全保障理事会が正式な投票を、 行い候補者を一人に決定して総会に勧告し、総会が安全保障理事会の勧告を受け入れることを決議する。1971年以降、アジア出身の事務総長が誕生していないことから、候補者はアジア出身者になるだろうと広く予想されていた。多くのアンポリ理事国はアジア出身者のみを支持すると表明していた。国際フェミニズム団体のイクオリティナウは、 これまでの事務総長がすべて男性だったことから、女性事務総長の選出を求めるキャンペーンを開始した。そして、バイラ・ビーチ・フレー、ルイーズ・アルブール、グロ、ハーレム・ブルントラント、タルヤ・ハロネンなど、18人の有能な女性をサンプリングした。また、ミャンマーのアウン・サン・スー・チー、日本の大型・貞子、パキスタンのナフィス、サディク、香港のチン・カタ、アンセイ、 フィリピンの歴史アラモスシャハニなどアジアにも事務総長にふさわしい女性が多くいることにも言及している。女性を事務総長にすることはコフィアナンやアメリカのジョン・ボルトン国連大使などから支持されたが国連加盟国からの指名を受けたアジア人女性はいなかった。以下の7人の候補者が正式に国連加盟国からの指名を受けた。このかにもビルク・リントン、 ジャンクレティエン、アンワル・イブラヒム、ゴー・チョクトン、フィデル・ラモス、ジョゼ・ラモス・ホルタ、アレクサンデル・クファシニエフスキ、トニー・ブレアなど多くの名前がコメンテーターによって挙げられていたが、立候補はしなかった。これらのうち、ビル・クリントンとトニー・ブレアは常任理事国の国民は事務総長になることができないという非公式ルールがあるため、立候補の資格はなかった。 安全保障理事会は7月24日、9月14日、9月28日、10月2日の4回に渡り事前投票を実施した。事前投票では各理事国がそれぞれの候補者についてエンカレッジ、ディスカリッジ、ノーオペニアンのいずれかの票を無記名で投じた。4回の事前投票ではいずれも半期分が最多の推奨票を獲得し、 シャしシたルールがそれに続いた。最終の10月2日の事前投票は、常任理事国が赤い投票用紙、それ以外の理事国が白い投票用紙で投票し、常任理事国の中に拒否権を行使する意思のある国があることがわかるようにして行われた。反規分以外の候補者には、常任理事国からの落胆票が投じられた。アメリカは、 シャスタルールに落胆票を入れた。投票終了後、タルールは立候補を辞退した。中国の国連大使は記者団に対し、今日の事前投票で、半期分大臣が安全保障理事会が総会に推薦する候補者であることがはっきりしたと述べた。ザイドラード、アルフセインとアシュラフガニーが10月4日に辞退した。10月5日には、 スラキアット・サティアンタイとバイラ・ビーチェ・フレー・ベルガも辞退し、残る候補者は、半期分のみとなった。安全保障理事会は10月9日に、正式な投票を行い、半期分を次期事務総長候補とすることを総会に、勧告した。総会は10月13日に、半期分を次期事務総長に任命した。事務総長は、常任理事国が拒否権を行使しない限り、 二期目も再選されるのが通例である。半期分は2011年に二期目に立候補し、他に立候補者は現れなかった。安全保障理事会は6月16日に非公式協議を行い、半の再選に対し拒否権は行使されなかった。安全保障理事会は6月17日、満場一致で決議1987を採択し、 半事務総長を2016年12月31日までの2期目に推薦した。総会は6月21日に決議65-282を採択し、半事務総長の再任を承認した。ありがとうございます。